お帰り、遅かったじゃん。今日も残業そっか、遅くまでお疲れ様。晩ご飯は,はあ、食べてきたのね。了解。何食べてきたのうーん、彼女ほったらかしていいもの食べてたわけね。ねえ、最近あんまりデートできてないじゃん。 今度そこ連れてってよ。私もいいお肉食べたいな。それでさ、その後は、ホテルとか行って、ゆっくりイチャイチャするとかどう久しぶりに。あー、でもちょっと待って。やっぱり浮気相手との同じデートコースはさすがに嫌かも。全く同じってのもひねりがなくて面白くないしね。 どうしたの何固まってるの <laughs> びっくりして、思考停止中かな私ね、実は最初から全部知ってました。もちろん今日の残業の内容もね。後輩ちゃんと焼肉行って、その後ホテルって流れでしょ 知ってるよ、私。なんでって。うーん、強いて言うなら、あなたのことが大好きだから、とかいや、もう言わせないでよ、恥ずかしい。でさ、私になんか言うことがあるんじゃないの 出たよ、テンプレ。本気じゃない。遊びのつもりだった。愛してるのはお前だけって。何でもするから許して。うーん、何でもね。いいよ。わかった。じゃあちょっと上の服脱いで、待ってて。はい、これ。 今から仕置きするからこの手錠と首はつけて。早くつけてよ。何でもするって言ったんだから、覚悟はできてるでしょ <laughs> つけれたね。よく似合ってるよ。かわいいかわいい。<laughs> よし。じゃあ行くよ。 もう二度と浮気なんてできないように、マーキング一つ目。<laughs> うわ、超熱そう。泣きながら謝っちゃって。可愛いね。でもまだやめてあげない。私の気が済むまで何回でもやるから覚悟してね。 私が作った、私が焼いて、私が傷つけた、私だけのあなたの体。私がつけたマーキングがいっぱいで、私以外には絶対見せられない、私だけのものって感じがして最高。ちょっと暴れないでよ。愛する彼女が乗ってんだからさ。 もう、それにうるさいよ。近所迷惑になっちゃうでしょ少し黙って。手錠だけならまだしもさ、首輪までつけられてんのによく抵抗できるね。次暴れたらあんたの目ん玉にこのカッターぶっ刺してやるから。分かったらおとなしくしてね。 <laughs> でも大丈夫だよ。あんたが目見えなくなっても、絶対捨てたりなんかしないから。死ぬまで私がちゃんと面倒を見てあげるから。安心してね。<laughs> よしよし。いい子。じゃあ掘ってくから、自分がやったことを反省しながら、頑張って耐えてね。は <laughs> ああ、痛いね。痛いね。でも我慢できて偉いよ。あともうちょっとだからね。動かないで。頑張れ、頑張れ。うぅ、できた。ああ、その体じゃもう絶対人前で脱げないね。 それに懲りたらもう絶対浮気なんてしないでね。わかった泣いてないでちゃんと答えてよ。ねえ。返事が聞こえないんだけど。ちゃんと声出るじゃん。ほら言って。もう二度と浮気なんてしません。 僕は一生あなたのものですって言って。はーい。よく言えました。いい子、いい子。ここまでされたら私がどれだけ辛かったか、さすがに理解できたよね。もう痛いことしないから、安心していいよ。よしよし。よく我慢できたね。えらいえらい。 あんたが今日味わった痛みは、そのまま私の愛の強さとイコールだから。私があなたをどれだけ愛してるか、今回のことでしっかり分かってくれたよね。うん、そっか。分かってくれて嬉しい。ねえ、ちょっと待って。まだ終わってないよ。いやいやもう痛いことはしないってさっき言ったでしょここからは、 頑張って耐えたあんたに、ご褒美。まだまだマーキングの続きするから、ベッド行こう。